そう言ってもらえて安心したよ。なんとか間に合った感じだね。だって同好会のみんなの代表としてステージに立つんだもん。中途半端なことはしたくないの。それに新入生のみんなにスクールアイドルって楽しそうって思ってもらいたい。うん。あなた方まだ残っていたんですか？一体何時だと思っているんです？明かりの消し忘れかと思いましたよ。悪いのは私なの。もう終わりにしようって言われたのにもう少しって引き止めちゃって。まったく、もう遅いんです。上原さんが練習熱心なのは知っていますが、そろそろ切り上げてくださいね。しおり子さんはこんな時間までお仕事？学校説明会は明日ですから、やり残しがないか最終確認をしていました。その言葉そのままお返しします。あなたが手伝ってくれたおかげで私の作業は当初の半分以下、かなり楽をさせてもらいました。ところで、やはり生徒会には入ってもらえないのでしょうか？あなたの取りまとめ能力は素晴らしいものです。生徒会でもその力を十分に発揮できますよ。それなら、スクールアイドル同好会と兼任でも構いませんよ。では、たまにお手伝いをお願いするというのはどうでしょう？ありがとうございます。助かります。うちの自慢の部長なんだから取っちゃ嫌だよ。そんなつもりはありません。でも、同好会に体験入部していた私のことも少しは手伝ってもらいたいだけです。これは失礼しました。では、二人ともそろそろ帰る準備を。あ、ごめん。最後に、あと一度だけ通しで踊らせて。今度こそ本当の本当に最後だから。もう仕方がありませんね。本当にこれが最後ですよ。うん、ありがとう。明日のライブ期待できますね。そうでなければこれまでの彼女の頑張りが無駄になってしまいます。上原さんをスクールアイドルに誘ったのはあなただと聞きました。なぜ彼女を？練習中、同好会の皆さんのことを観察させてもらいましたが、正直彼女が一番スクールアイドルに向いていないように思えます。でも一番最初に上原さんのことを誘ったと聞きました。どうしてですか？まさか私の気づいていない隠された素質があるんですか？あなたがそう言うなら、そうなのかもしれませんね。二人で何を話してたの？さあ、終わりましたね。今度こそ帰り支度を。待って、あと一回だけ。一度だけと約束したはずですよ、上原さん。そうだけど、最後にしおり子さんと一緒に踊りたいの。私と？しおり子さんのダンスって動きが綺麗だから、なんか引き込まれちゃうんだよね。だから一緒にレッスンすると自分も綺麗に踊れるような気持ちになれるの。だからまったく、あなた方は二人揃って仕方のない人ですね。これが本当に最後ですよ。うん、ありがとう。
スクールアイドルフェスティバルを開催します。よろしくお願いします。今日の部活動紹介でライブを行います。ぜひ見に来てください。やってるわね。手伝いに来たわよ。おー、いらっしゃい。すごい人数が集まってるね。あれ、あゆむちゃんはもう準備してるのかな。気合い入ってるじゃん。ライブ成功するといいね。あゆむちゃんなら大丈夫だよ。見に来てくれたみんなを楽しませてくれるはずだよ。スクールアイドルフェスティバルへの弾みをつけなくちゃね。期待してるわ。雑談はこのくらいにして、メリーたちもチラシ配りのお手伝いよ。そのために来たんだから、配って配って配りまくるわよ。助かるわ。人が多くて私たちだけじゃ満足に配れなくて。じゃあ手分けしましょう。ここと中庭、それに公道あたりで配りましょうか。一束まとめて持っていきますね。貸してください。ありがとう、お願い。ふっ、ラ天使ヨハネが集いしリトルデーモンたちを魅了し、一瞬のうちに配り終えてあげるわ。じゃあヨシコちゃんが一番最初に配り終わらなかったら罰ゲームずら。罰ゲームはしない。あとヨシコじゃないヨハネ。周りの中学生たちが気づき始めましたね。さすがミューズとアクアね。街歩いてたら取り囲まれちゃったりするのかな。そんなことあるわけないやん。今日ここでスクールアイドルがライブをするって知っていて、それで来てる子も多いんじゃない。だよ。カナタちゃんたちのファンなの？ありがとうございます。部活動紹介の時間にライブをするので、楽しんでいってくださいね。虹学のファンの子もちゃんと来てくれてるね。見てくれてる人はちゃんと見てくれてるにゃ。ええ、あなたたちの頑張りが着々と実を結んでいるのですわ。かすみ、ちょっと感動しちゃいました。私もりなちゃんボードジーン。ねえ、この調子ならスクールアイドルフェスティバルも行けそうじゃない。ここまで結構順調に来てるもんね。そうね、今の時点でやらないといけないことは大体できてると思う。全国のスクールアイドルからも参加したいですって問い合わせが結構来てるしね。問題はまだ会場が決まっていないってことよね。それが決まらない以上動けないことも多いわ。でもマリーたちが目指す規模のイベントをやるとなると、相当広い会場じゃないとダメよね。イベントホールやコンベンションセンターあたりは全滅でしたものね。さすがにドームは借りられないしな。花火大会をやってるところとかは毎年すごい人数が集まるよね。どこかないかな。ここにいましたか。
人手が足りなくて応援をお願いできないでしょうか。部活動紹介の列がすごいことになっているんです。整理をお願いしたいのですが。チラシ配りは私たちに任せて。あゆむちゃんのライブには駆けつけるから。入学希望者の皆さん、父兄の皆さん、私たちスクールアイドル同好会です。スクールアイドルは学校ごとにスクールアイドル活動をしていて、ここ虹ヶ崎学園でもスクールアイドル同好会が活動しています。まだ発足して間もない同好会ですが、どの部活にも負けないくらいみんな一生懸命で、スクールアイドルが大好きな部員ばかりです。毎日の練習はきつい時もあるけど、少しずつ自分の力になっていくのが実感できて、とても充実しています。同じ夢を持つ仲間と肩を並べて目標に向かって進んでいくのは、勉強だけでは味わえない感動があって、私はこの同好会に入ってよかったと心から思います。適性試験はあるけど、それは決して強制ではありません。皆さんの意思を尊重し、入部希望者を温かく迎えます。虹ヶ崎はとってもいい学園です。この学園に入って、同好会に入って、私たちと一緒に素晴らしい思い出を作りましょう。愛さんが一緒に考えたスピーチ、最高じゃない？ええ、スピーチしている歩さんも堂々としていましたね。あとはライブを成功させるだけ。なんだか私まで緊張してきちゃった。本日はこの場をお借りして一曲披露させていただきます。それでは聴いてください。夢への一歩。おお、あゆむ、ステップがいつもより優雅じゃない？はい、いい出だしです。今までで一番の出来だわ。気持ちよさそうに歌ってていいな。今回歌えなかった分はスクールアイドルフェスティバルにぶつけようよ。そうですね、それまで歩さんに負けないくらい練習を頑張らないと。うつうつする。早くスクールアイドルフェスティバルで歌いたい。上原さん、すみません。別にそれほどでもありませんが。シオッティ、アユムに釘付けに見えたけど。しおりこさん、こっちの方がよく見えますよ。ほら。別にいいのですが。ありがとうございます、大坂さん。大成功のようね。あんないいライブ見たら誰だって入りたくなっちゃうよ。みんな盛り上がってすごい熱気だったね。この私を熱くさせるなんて成長したわね、あゆむ。私も歌いたくなっちゃったよ。みんなありがとう、そんな風に言ってもらえるなんて。私たちの賛辞も、あの中学生たちの言葉も本物よ。それだけ素晴らしいライブをしたってことなんだから、照れてないで胸を張りなさいよ。それにしても、あゆむちゃんは面白い子やね。見ていて応援したくなる不思議な魅力を持ってる。マリーもそう思うわ。あゆむはなんだか放っておけない。あゆむちゃん、
それに虹学のみんなを応援したくなる人、これからたくさん増えそうだね。ルビーもそう思う。みんなチラシをもらってくれたし、あゆむさんのライブもすごかったもん。最近虹学のみんな SNS でも結構話題になってるよね。知ってる？愛さんのフォロワー数とかすごく増えてるんだよ。愛ちゃんはファンクラブもできたんだよ。もうファンクラブができているの？勢いのある子たちと一緒に活動できて心強いけど、私たちもうかうかしていられないわね。ええ、私たちも頑張らないといけませんわね。やろうよ。今日感じたことみんなと共有したい。うんうん、お疲れ様会&定例会にしよう。うん、わかった。いえ、半分はあなたのおかげと言っていいでしょう。改めてお礼を言います。本当にありがとうございました。そうですね、上原さんのライブを見てこの学園に興味を持ってくれた子もいたみたいですし、成功だったと思います。彼女、いえ、同好会の皆さんには人を引きつける不思議な力があるのでしょうね。今後学園祭などでのライブ公演も内容の精査はしますが、頭から反対はいたしません。ただし学生としての本分は忘れないように。それでは私はこれで。何ですか？な、せっかくのお誘いですが遠慮します。スクールアイドルが私に向いているとは思えません。私は自分に向いている生徒会長の仕事が好きですから、それに専念します。それでは。振られちゃったね。まったく、カスミンたちに相談もしないでいきなり勧誘とかびっくりですよ。いやいや、あの流れは勧誘するっしょ。そりゃ最初の印象は悪かったけどさ、シオッティってなんか面白いじゃん。まあ別にカスミンだって反対はしませんけど。練習だっていつも一生懸命だったもんね。振り付けを覚えるのすっごく早くてびっくりしたな。昨日だって部室に顔出して歩ちゃんを激励してくれてたんでしょ。そういうしおらしいところ見ちゃうとね、しおり子だけに。かなちゃんうまい。にゃはん。ですが断られてしまいましたね。そうですね。でも誘われた時のしおり子さんの顔、嫌そうではなかったですよね。なんだか嬉しいです。しおり子ちゃん、スクールアイドルへの誤解解けた？そうね、学園祭でライブなんて話も向こうから言い出したし。どうしたの？うわ、カナタちゃんも気づいてしまった。アイさんも学園祭でライブしていいって言うならねえ。ということで乾杯。乾杯。改めてお疲れ様。それにしてもすごい参加人数だったね。やっぱり都会にはたくさんの人が住んでるんだな。
内浦にもこのくらい人が住んでくれればいいのに。それはそれで嫌かも。静かで落ち着いているのが内浦のいいところですからね。それもそうね。だけど確かに虹学って規模が違うわよね。学校説明会がちょっとしたお祭りみたいだったわ。はい、運営側の本気さが見て取れました。学校側もそうだけど各部の気合がすごかったもんね。文武両道ってこういうことなのかにゃ。とうとうスクールアイドル同好会を認めてくれたんだね。よかった。やっぱりスクールアイドルに触れれば人は変わるのよ。あんたたちもこれで廃部の心配がなくなってよかったじゃない。練習に参加してるって聞いた時からなんとなく期待はしてたけど。きっとあゆむちゃんのライブが魔法をかけたんだよ。そんなことないよ。なくない。あゆむちゃんのパフォーマンス最高だったよ。ありがとう。そういう風に言ってもらえて嬉しいな。その通りな気がする。学校全体をフェスの会場にするなんて考えたこともなかったずら。さすがはリトルデーモン、目の付けどころが鋭いわね。東大元暮らしって感じですね。面白いアイディアだとは思うけど。そうですわね。そうね、うちと虹学とじゃ規模が違うから何とも言えないけど、自分の学校でと考えると難しい気もしますわね。でも君の言っていることは筋が通っているわ。あとは三船さんをどう説得するかってことにかかってるんじゃないかしら。いいやん、うちは賛成。何事も当たって砕けるの精神で行こうよ。できれば砕けたくないけどね。学園で開催だなんてそれだけで話題になるし、間違いなく盛り上がるでしょう。スクールアイドルフェスティバルが成功すれば学園のいい宣伝にもなるわよね。それで入学希望者が増えるなら学園側も嫌とは言わないかも。もしそうならいいことつくめですね。ウィンウィン。しおりこちゃんも喜んでくれるかも。半分は同好会の仲間みたいなもんなんだから絶対に喜んでくれるよ。学園で行うということになれば、もしかしたら一緒にステージに上がってくれるかもしれませんね。それいい。千代子ダンスうまいし、かすみんのバックダンサーくらいならやらせてあげなくもないですよ。しおりこさんの方が目立っちゃうかもよ。そういうしずここそ千代子に負けちゃうんじゃない。もちろん。これで会場を探す苦労がなくなるといいな。
クールアイドルフェスティバル。学園の宣伝にもなるよ。イベントが成功したらきっと入学希望者もどーんと増えるはず。でさ、シオッティもアイさんたちと一緒にスクールアイドルとしてステージに立とうよ。私が？うん、しおりこちゃんってダンス綺麗だもん。やらなきゃもったいないよ。一度味わうと忘れられない高揚感ですよ。モテる全てをさらけ出してそれに興奮してもらえる経験なんてなかなかできないでしょ。参加者全員が大好きを叫べる場所をこの虹ヶ崎で提供したいんです。この間の学校説明会に来てくれた子たちもスクールアイドルが好きって言ってた子たくさんいた。そうなんだよ、しおりこさん。ミューズやアクアだけじゃなくて私たちのことも分かってくれる人がたくさんいたの。私たちのことちゃんと見てくれてる人がこんなにもいるんだよ。そういう人たちへの恩返しも含めてこの学園で開催したいの。私たちもしっかり働くから使用許可どうかよろしくってことでいいかな。よろしくありません。え、ステージに立つのは嫌だということですか？しおこってば恥ずかしがり屋だな。そんなに心配ならかすみんが一からみっちり教えてあげるって。よろしくないのは学園を会場にしようという話そのものです。なんでなんで？意地悪言わないでよ。意地悪で言っているわけではありません。認められないものは認められない、それだけの話です。でも私たちのことは認めてくれたんじゃ。あなた方のスクールアイドルに対する思い、ひたむきな努力に対しては一定の評価をしています。でもそれとこれとは別問題なのです。どういうことでしょう？スクールアイドルフェスティバルは普通のライブやイベントとは違いますよね。そりゃそうだよ、スクールアイドルのお祭りだもん。全国のスクールアイドルから参加したいってメールも来てるくらいだよ。それだけのスクールアイドルが一堂に会するイベントならさぞ来場者も多いのでしょう。すごくたくさん来るよ、これは絶対。ミューズやアクアが見たいっていうファンだけでもかなりの数になるでしょうね。そうでしょう。ですから許可はできません。学園はあなた方だけのものではないということですよ。きっと連休を利用するイベントになるのでしょうね。しかし我が学園ではそういう日でも活動している部活の方が多いのです。中には試合や大会が近い部活もあるかもしれません。しかしそれだけの規模のイベントを行うとなると学園全体を開放する必要がある。つまり各部の生徒は練習場所を失うのです。その日の部活動は全面禁止ですか？あなた方に彼女たちの貴重な時間を奪う権利があるんですか？付け加えると私が反対する理由はそれだけではありません。スクールアイドルフェスティバルのような規模のイベントをあなた方が運営できるとはとても思えないのです。いいですか？運営に責任はつきものです。ただ歌って踊ればいいというものではありません。皆さんステージの上では素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるのだと思います。しかし
運営というものについて少し甘く見ているのではないでしょうか。あなた方の熱意はわかりますが、生徒会として受け入れることはできません。話は以上です。塩子のやつ、仲間になったって思ってたのに、やっぱり敵のままじゃない。裏切り者。賛成してくれると思ったのにな。ですが、しおり子さんの言うことも確かに一理あります。生徒会長としてはそう簡単に許可は出せませんね。だとしても、取り付く島がなさすぎだよ。そうね。実現するための方法を一緒に考えてほしかったわね。諦めちゃうの？リナちゃんボード。ズーン。でも、学園を会場に使うのは絶対にいいアイディアだと思うんだ。私も歩さんに賛成です。しおり子さんを解き伏せる対策を練りましょう。つまりそれらをクリアできれば。戻りました。惨敗。たくさんお願いしたんですけど、なんかみんな反応が薄いっていうか。そっちもか。私たちの方もあまりうまく集められなかったの。楽勝だと思っていたけど甘かったわね。スクールアイドルフェスティバルを二次学でって署名を募って、学園内から盛り上げていこうっていうアイディアは悪くないと思うのですが。うん、スクールアイドルフェスティバルのことを知ってる子たちは協力的だもん。そうなんだよね。知ってる子と知らない子の温度差が激しい気がするよ。うん、署名活動しながらいろんなこと話してみて分かったんだけど、スクールアイドル同好会のことやスクールアイドルフェスティバルを知らない子が結構多かったんだよね。へえ、そうなの。虹ヶ崎は生徒数が多いですから、私たちのことを知らない人もたくさんいるんですね。とんだ誤算。リナちゃんボードがーん。カスミンのクラスはみんな応援して署名だってしてくれたのに。 SNS やこの前の学校説明会に来てくれた子たちの反応で少しは知られてきたのかなって喜んでたけど、まだまだだったんだね。なるほどね。よくわかんない同好会がイベントしたいから署名してくださいって言ってもスルーされちゃうわけだ。外に対して発信することに目が向いてたけど、その前に足元を固めておかないといけなかったのね。まさか学園内でこんなに知られてないなんて思わなかったよ。井の中の蛙だったね、私たち。リナちゃんボード、しょぼん。うん、反省だね。問題は、どうやって知ってもらうか、だよね。学園内のいろんなところで、一斉にゲリラライブとかしちゃう？それ面白そうです。カスミンの魅力でみんなをファンにして、そのまま署名ゲットです。いえ、それをやってしまってはしおり子さんを怒らせてしまいそうです。何事も許可が必要です。でも
誰にでも見てもらえることっていうのは重要なポイントだと思います。でも誰にでも見てもらえるようにってしても、まず興味がないと立ち止まってもくれないでしょ。興味がない人にもできるアピールですか。興味のない人を振り向かせるのって大変だよね。そんなのあるかな。学内掲示板にポスターとか貼る？いや、ポスターって見ようと思わないと見ないよね。ぼーっとしてたらスタスタ通り過ぎちゃう。なんちゃって。あ、もうそんな時間？帰る支度しなくちゃ。どうしたの？なるほど。それだったら自然に耳に入るね。しかも毎日繰り返し流していれば覚えたくなくても覚えちゃうと思います。それそれだよしずくん。スクールアイドル同好会による虹ヶ崎学園お昼休み放送室ですね。やってみる価値はあるかもしれません。うん、やってみよう。あなたとなら明日の朝までだって電話できちゃうわよ。へえ、そんなことがあったのね。エクセレント、面白そうね。マリーも虹学のみんなに伝えたいことがあるから、明日飛び入りゲストで参加します。 No problem。マリン、秘策ありよ。そろそろ放送室に行く時間だよ。あれ？なんだろう。あのヘリコプター、こっちに向かってきてない？怒られちゃった。そりゃそうでしょう。沼津からヘリで乗りつけるとか普通ないわよ。うん、ヘリコプターからマリちゃんが出てきた時はびっくりしちゃった。学園中びっくりだったよ。さすがマリ、やることがビッグ。でも注目はバッチリ集められましたね。放送の後教室に戻ったら、マリちゃんのこととスクールアイドルフェスティバルのことで質問攻めだったよ。アクアのメンバーだってはしゃぐ子も多かったですよね。怒られたけど来てもらえてよかった。ちょっと予想とは違いましたが、目標は達成できたってことですよね。内浦から来た甲斐があったわ。作戦成功ね。ただいまです。署名たくさん集まりましたよ。それがすごく好意的で、ここに帰ってくる途中にも声をかけられて、署名させてほしいって言ってくれた子もいたんですよ。やっぱりマリちゃんのつかみは完璧だったね。本当だね。あの後から面白そうなイベントだねとか、応援してるよって他の
からも言われるもん。愛さんの方も問い合わせ殺到。問い合わせ殺到？リナちゃんボード、ハテナ。ね、みんなの夢を叶える場所なんでしょ？じゃあ私も裏方で参加したいとか、そんな感じのことを言われるんだよね。ライフデザイン学科の子たちが衣装作りを手伝いたいって言ってくれてるわよ。国際交流学科のみんなは外国からのお客さんが来るなら案内をしてみたいって言ってくれました。なんだか学園中から応援してもらっているって感じがしますね。学校説明会の件で生徒会と各部の橋渡しをしたことをみんな感謝してくれてるんだね。君、走り回っていたものね。好意には好意が返ってくる。素敵です。千代子に協力して正解でしたね、先輩。署名、しおりこちゃんがびっくりするくらい集められそうだね。なんだかやれそうな気がしてきたよ。気じゃないでしょ、やるの。これまでの頑張りを無駄になんてしないわよ。もう二次学以外での開催は考えられないしね。え？助っ人って。やっほー、来たよ。はい、他のメンバーには別のことをやってもらっているので今回は私たちだけです。ところで盛り上がっていたみたいだけど何かあったの？そんなことが。さすがマリさん、やることがすごいね。署名も順調でよかったよ。会場の手配を任せっきりにしてしまってすみません。任せてよ。二次学探検にレッツゴー。何があるのかな。ほのか、遊びに来たわけではありませんよ。改めて学園内を一通り見学させていただきましょう。案内をお願いできますか。アクアのみんなにも報告したいから学園内の写真を撮ってもいいかな。うん、よろしくね。二次学って広いね。正直予想以上でした。特別教室もたくさんあるし、学食素敵だったな。うちにも欲しい。あんな素敵な学食があったら入り浸っちゃうよね。うんうん、ずっとおしゃべりが止まらなそう。まったく、学食に入り浸る姿が目に浮かぶようです。うん、いいと思う。それとせっかくだから各ステージには何かテーマを作らない？全国からいろんなスクールアイドルが参加してくれるんですから、みんなが触れ合える場所を作ってもいいかもしれませんね。じゃあスクールアイドルごとにスペースを振り分けて、それぞれ好きなことをしてもらう？せっかくなので来場者のための設備などについてもお話ししていいですか？まずはトイレです。初めての場所だとみんな探しにくいと思うので大きな目印を設置しましょう。それと階段は混雑すると危険な場所なので何か対策をした方がいいでしょう。二次学は広いから手に持って歩ける地図も欲しいかな。大きな案内板もあるといいね。生徒
部のみんなが見てた大きな学内掲示板、あそこに当日のタイムスケジュールって貼り出せる？ああ、それいいね。なんか形になっていく感じがして楽しいな。やっぱりみんなにも来てもらうんだった。そうですね、今日のことは次の定例会でしっかり報告をして、そこで皆さんの意見ももらいましょう。送ってくれた写真を見てたらどんどんアイディアが浮かんできちゃって、使えるものがあればいいんだけど。どれもいいアイディアだと思うよ。うん、実際にイベント運営をしてきたアクアならではって感じ。これ本当にいいよ。私の考えたこれなんか特におすすめよ。いや、これはない。よしこだけによしたこなんちゃって。よしこじゃなくてヨハネって、ダジャレ言いたいだけじゃないの？言いたいだけだったかも。でもやっぱりこの案はないかも。マルたち無理だって言ったずら。まあ、ヨシコの案だって少しいじればいいものになるんじゃない？着想はいいわよ。なんか、一気にイメージが固まってきたにゃ。そうだね、ふわっと思い描いていたものが一つ一つのピースになっていく感じ。全部実現できたら、きっと楽しいよね。ここまで来たらやりたいことは全部やっちゃうよ。うん、お祭りだしね。これだけ盛りだくさんだと一日で終わりそうもないな。一日で終わらせなくてもいいんじゃない？ちょっと、この大銀河宇宙ナンバーワンアイドルニコニーのスケジュールを複数日抑えるなんてできると思ってるの？確かに盛りだくさんだわ。実現できたなら本当に一生の思い出になるでしょうね。スルーしないでよ。はいはい、ニコッチには別途スケジュール調整お願いするからね。早めに行ってよね。ニコッチのスケジュールもどうにかなりそうなことだし。そうやね、どれも素敵なアイディアだけど少し詰め込みすぎかな。私もそう思いますわ。お祭りなんだし詰め込みすぎるくらいでちょうどいいと思うけど。きちんとした運営管理が必要です。アイディアを整理していかないといけませんわ。途中でつまずかないためにも。何が心配なの？忙しくなること？一番の問題は人手でしょうか。そうね、この規模ではどのくらいの人手がいるかちゃんと考えないと。それにステージを作るための資材や制作についてだって調べないといけないわ。なるほど、確かにそういう部分は私たちでは限界があるわよね。このメンバーだけだと無理なのは間違いないと思います。でもアクアはイベントの運営経験あるんだよね。ここまで大掛かりなブースの設計や施工は経験がないので参考にはなりませんわ。人手が足りないなら集めればいいじゃないですか。
署名集めてる時に協力しようかって言ってくれる人もいましたよ。10人、20人集まった程度では難しいでしょうね。それに、ある程度の専門知識がないと。そこをクリアしないと、しおり子さんには話を持ち込めませんね。え？うん。みんなの部活動の時間を邪魔しちゃうかもしれないって伝えたら。本当ですの？すごい。なんか問題点結構解決しちゃった感じでは？あなたの行動の素早さには頭が下がりますわ。やるじゃない。全部が解決したわけではないけど、これは希望が持てる展開ね。こうなったらもっとたくさんの委員会や部活を巻き込んじゃおうよ。賛成。私も裏所のみんなに声かけてみる。楽しそう。リンも学校のみんなに話してみるにゃ。スクールアイドルの文化祭なんだから、せっかくならみんなの学校を巻き込んじゃおうってわけね。賛成。皆さん揃って今日は一体どのような。何かと思えば、その件については許可できないと申し上げたはずですが。そうですか。でしたら学園を使うことは諦めてください。どんなに素晴らしい理念のもとに開催されるイベントであろうと、他の部活や生徒たちに迷惑がかかる以上。え？すべてのですか？それと、これも見て。これは？スクールアイドルフェスティバルに賛同してくれたみんなからの署名。まさか。驚きました。全校生徒の9割もが賛同したというのですか？さすがに簡単ではありませんでしたが、先輩をはじめ私たちみんなでお願いをして回りました。こんな短期間でこれだけの指示を。あなたが旗振り役なのでしょう。つくづく生徒会に欲しい人材です。学園使ってもいい？リナちゃんボード。じあなた方の熱意を見誤っていました。認めないわけにはいきませんね。それじゃあ。勘違いしないでください。その熱意と成果について認めると言ったのです。学園を会場に使うという嘆願についてはやはり認められません。ダメなの？かなたちゃんたち結構頑張ったと思うんだけど。交渉能力は高く評価していますが、それと運営に必要なスキルは別物なんです。あなた方だけでは立ち行かなくなりますよ。失敗すると分かっていることの後押しなど生徒会長として許容できません。運営って言ったね、しおくん。かすみんたち本当に真剣に考えてきたんだよ。え？ミューズやアクアのみんなの力も借りて運営計画表も作ってみたの。こっちも確認してくれる？拝見しましょう。なるほど。美術部、演劇部が施工担当、
放送部、軽音部、吹奏楽部は音響周り、調理部とライフデザイン学科が飲食。他の学校からの手助けもあるのですか？となると各部活にとっては合同練習や対外試合みたいなもの。各委員会や部活を話し合いで説得したというよりは引き込んだということですね。ううん、そうじゃないんだよ、しおりこちゃん。皆さん、自発的に申し出てくれたんです。そうそう、楽しいことやるんなら混ぜてよって感じでさ。だって、私たちみんな楽しいことは大好きだもんね。ちなみに、ライフデザイン学科以外の生徒からも有志は集まってるわよ。詳しくはその次のページに書かれてるから。こんなに大勢の生徒が。二次学の生徒たちみんなの夢。この計画表はとてもよくできていると思います。あなた方の、いえ、虹ヶ崎学園の生徒たちの本気も感じます。じゃあ、それでもやはり私は認めるわけにはいかないのです。もう何が足りないの？何でも言って。愛さんたち、シオッティがうんって言ってくれるまで諦めないからさ。そうですね、足りない部分は埋めます。たとえ運営計画がどんなに完璧に見えても、それは机上の空論でしかありません。実際にはその通りに進むことなどありませんよ。例えばイベントを開催するにあたって必要な当日のボランティア数、前回のスクールアイドルフェスティバルと同じ1000人と書いてありますが、1000人というのがどれだけの人数なのか本当に分かっていますか？この学園の1学年ぐらいの人数でしょ？スクールアイドル好きな人って考えたらそのくらい余裕で集められるでしょ？そう思うのなら期日までにそれだけの数を集めてください。集められたのなら私も腹をくくります。全面的な協力を約束しましょう。え、本当に？しかし、できなければスクールアイドルフェスティバルの実施を諦めること、この条件が飲めますか？それはできないなんて言いませんよね。大丈夫、私は信じてる。私も信じています。ほら、君も言ってやりな。約束しましたよ。スクールアイドルフェスティバルか。まさかこんな形で関わることになるなんて。はい、どうぞ。失礼します。上原さん、どうしました？何か言い忘れたことでも？うん、しおりこちゃん、しおりこさんにね、おめでとうって言い損ねちゃったから。おめでとうですか？何に対しての？今さらだけど、学校説明会無事終わっておめでとう。入学希望者もすごい人数が集まったって聞いたよ。はい、手助けしてくれたあなた方には感謝しています。それで、あの、さっきの話、スクールアイドルフェスティバルなんだけど、本当にいいイベントなんだよ。スクールアイドルの学園祭って言われてて。知っています。え？スクールアイドルフェスティバルこそ適性のないことにしがみつき続けた結果なのですから。
どういうこと？あのイベントはスクールアイドルに挫折をした私の姉が。いいえ、そんな話はどうでもいいです。どうでもいいってしおりこさんにとって何か深い意味があるんじゃ。だから本当にどうでもいいんです。スクールアイドルフェスティバルがいいイベントかどうかも私には興味ありません。そうは見えないよ。あなたにどう見えていようと関係ありません。私のことは放っておいてくれませんか。放ってなんか置けないよ。なぜです？ありがた迷惑なだけです。ありがた迷惑だったとしても、しおりこさん、スクールアイドルフェスティバルのことになるとなんだか苦しそうなんだもん。放っておけないよ。私のことにかまけている暇はないと思いますが、あなたには同好会の仲間たちとやるべきことがあるでしょう。期日までにボランティアを1000人集めること。学園でスクールアイドルフェスティバルを開きたいならこの条件は絶対なのですから。一人でも足りなければスクールアイドルフェスティバル自体なくなるのですよ。もちろんわかってるよ。わかっていません。私の経験上、個人のボランティア運営というものは非常にあやふやな信頼関係の上に成り立っているものです。1000人集めると決めたからといってポンと集まるものではありませんよ。限りなく不可能に近いことだと私は思ってます。しおりこさんの考えは分かった。だけど私はそうは思わない。それを証明するためにもちゃんと集めてみせるね。スクールアイドルフェスティバルは私たちの、虹学のみんなの夢だから絶対に叶えてみせる。そのみんなの中に私は含まれていません。私はそんな夢なんか見ない。そっか。だけどスクールアイドルのことは好きなんだよね。別に好きなわけじゃありません。嘘。なぜ私が嘘をつく必要があるんです？だって嫌いな人があんなに真剣に練習できるわけないもん。それはそういう取引だったからです。そうでなければ誰が。それなら今はそういうことにしておくね。これから先も私の主張が変わることはありません。しおりこちゃん、しおりこさんの主張がどうでも私はしおりこさんが優しい人だって分かってるから。突然何を言い出すのですか。意味が分かりません。だって教えてくれたんでしょ。イベントをするんだったら1000人って必要な人数なんだよね。それを分かってて集めるように言ってくれたんだよね。違います。そういうわけじゃありません。うん、じゃあそういうことにしておく。でも楽しみにしててね。必ず1000人集めてみせるから。まったく、上原さんは見かけによらず結構頑固なんですね。それはしおりこちゃんさんも一緒でしょ。一つ言っておきましょう。私は誰に何と呼ばれようが気にしません。しおこ、しおっティ、鬼の生徒会長、冷血感、いろいろな名で呼ばれています。ですので、あなたもお好きに呼べばいいのでは？ごめん、気になった？そうですね。会話に集中できないので、呼びやすい名で呼んでくださっていいですよ。じゃあそうする。またね、しおりこちゃん。スクールアイドルに夢中になっている人ってなぜみんなあんな感じなのでしょう。わけがわかりません。だけど本当に理解できないのは私自身ですね。私はあのイベントをなくしたいはず。勝手に復活させられるくらいなら私の手できちんと終わらせてあげたい。なのに
なぜあんな条件を提示してしまったのか。私は一体どうしたいの？スクールアイドルフェスティバルを。姉さんの残したものを。